MG 小太郎と A で正の笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。 ありがとうございます。はい、公開収録、そうですね、グリーンズピクニック、はい、未だに公開収録というのは全然音がしないと思うんでね、はい、ですけど皆さん気を使っていただいているということで、はい、はい、ありがとうございます。盛り上がってます、ね、盛り上がってます ね静かに盛り上がってますね、分かりやすくないというかもしれないですけど、はい、はい、ありがたい。今日はね、はいはい、先日ユニワさんという食、うん、大阪に食堂があってね、うん、そこで、はい、そこのメンバーの一人の羽賀ひかるさんっていうね、うん、YouTube で神社チャンネルっていうのをやったり、はいはい、いろんな、うん、そのスピリチュアル的な本でね、はい、やってらっしゃる方と梅田ツタヤでコラボトークライブしてきたばっかりなんですね、はいはいはい、で羽賀さんがね言った一言の中で、うん、はい、僕のハートがキュンってしたやつがキュンってしたキュンときめちゃったキュンちっちゃかったですね、キュンってキュンって不意をつかれた感じ、あ、なるほど、キュンってしたやつがあるんですよ。素敵な言葉が、でそれは、はいはい、その人類は、うん、うん、ある方向に向かっているって言ったんですね。ある方向、ある方向に向かっている。なるほど、なんか人類は、うん、人類はある方向に向かっている、うん、どの方向に向かっているんですかね、紆余曲折ありながらも、うん、ある方向に向かっている。なるほど、まさくん的には何だろう、まあ、クイズだとは思いましたけども、これ福岡のお土産のめんべい、ね、はいはい、大好きだから、ね、はい、ちょっと食べる、ちょっと食べてるから、イーティングタイムですね。なるほど、考えて、マイペースですね、うん、なんか来ると思いましたけどクイズ、これボリボリ言うやつだったね、うん、人類はある方向に向かってる、ある方向に向かってる、なるほど、人類はある方向に向かってる、まあでも、まあ、当たんないとは思うんですけど、うん、まあ、例えば調和とか、うん、という方向に向かってるとか、でマジかよマジかよマジかよ、もう優秀だな自分マジか、半分正解、ああよかった、半分でよかった、うん、部分点よかった、うん、で方向性、うん、調和っていう言葉で、はいはい、まあ、ほぼ合ってるけど、あ、本当ですか、はい、羽賀さんの言葉に俺キュンときた、表現が違うんですね、表現違う、なるほど、ハーモニーとか、ハーモ、うんうん、それね一番キュンとこないよかった、私よかったよかった、外してハーモニー、なんだろう、響き合う、まあ、ハーモニーか、うん、なんだ、調和じゃないんですか、例えばさ、はい、川って必ず海の方に向かっていくじゃない、うん、あ、だから人類も海があるわけ、なるほどね、うん、川って紆余曲折ありながら海に向かうでしょ、そうかそうか、だから人類も紆余曲折ありながらも、うん、いろんな例外はありながらも最終的に海に、うん、川はたどり着くように人類もいろいろ紆余曲折しながらも、うん、ある方向に向かっている、なるほど、ね、でそれは調和の方向であり、うん、みんなの喜びが増える方向であり、うん、より多くのね、はいはい、愛情が深まっていく方向であるわけなんだけど、はい、羽賀さんはそれを総称して、はい、ある漢字一文字で表現した、漢字一文字ですか、うん、で俺それ、見た時に、はいはい、キュンって、キュンでした、キュンがちっちゃいんですけどでもドキュメンタですね、キュンとした、なるほどね、うん、あ、漢字一文字、漢字一文字、漢字一文字か、うん、なんだろうな、ちょっと今ね公開、はいはい、収録してるからちょっとね、はい、僕の手帳の、はいはい、手帳くんとかを書いてくれてる、はい、イラストレーターの松にね、はい、ちょっと聞いてみましょう、ちょっと松に、そしたらさ、まさくんもめんべい食べれるじゃんだって、そういう公開収録だよ、めんべい、まあ、後で食べるけど、はい、漢字一文字、漢字一文字、漢字一文字、はい、うん、何が1、おお、1、あ、1なの、数字の1、なるほど、おしゃれですね、通知用の1ってことじゃない、あ、よくなかったってことだ、ね、頑張ろう、よくなかった、頑張ろう、神様からの通知、1、おしゃれですね、1なるものに、おしゃれだね、エビスっぽいね、どういうことエビス的なおしゃれさ、そうでも分からないけどね、あ、東京で言うとエビスってことね、うん、東京で、なるほど、なるほど、大黒様エビス、そっちかと、そっちかと思った、うん、神社チャンネルの話だったし、うん、まあエビス様おしゃれだったからね、あ、そうなんですか、うん、そうですか、知らなかったけど、結構 デニムの覇気が、あ、そんなに、あ、割とカジュアルな感じだったし、うん、ベストジーニス賞になった、はい、だったんですか、初代、うん、いや、そんな歴史やってる、草薙くんの次、次かしかも、割と最近ですね、90年代後半かな、2000年初頭、まあ、そんなことはいいとして、あ、じゃあちょうど、はいはい、ゆうこりんが今寝そうになってる、ああ、なるほど、ヒセイラボとかに通ってる、うん、ゆうこりんにも聞いてみましょう、漢字一文字ですね、漢字一文字、はい、人類は、はい、こっちに向かっている、ある方向で、ね、でもうそれ聞いたら、うん、俺もキュンときた、なるほど、キュンってくるの、キュンってこなくてもいいよ、なんか一文字で、漢字一文字ですね、キュンってきた、うん、人類はこういう方向に向かっている、なるほど、和に向かっている、いいですね、あ、
いいとこじゃない。確かにね。ミサリにも聞いてみる。パス。パス。パス。漢字一文字パスなんですね。じゃあタッチャーにも聞いてみる。タッチャー、25歳ね。京都から。漢字一文字だとどんな人類は。朝ですか。おお。朝に見た。おしゃれだ。おしゃれだな。便利ってるんだけどこれ。それちょっと羽賀さんよりおしゃれ。おしゃれ逆に超えちゃった。羽賀さんよりおしゃれ。有望な20代。その、羽賀ボイス。この後言いづらいですね。羽賀ボイス。超えちゃったよ。緑さん。あ、じゃあちょっと参加者の皆さんに聞いていきましょうかね。じゃあ緑さんの。じゃあ愛で。愛で。わあ、で可愛らしいですね。じゃあ瞳も。私も愛だ。愛がいいよ。じゃあ笹山。私も昭和の和だと思います。昭和の和ですか。じゃあタブタブ先生最後人類昭和に向かってる昭和に向かってる戻るのかな。じゃあタブタブ先生、はい、光かな。光なになに。タブタブ先生おしゃれですね。一番光に向かってなさそうな人を知らない。どちら暗躍してる感じがある。割とアンダーグラウンドのイメージなんですけど。羽賀さんはですね、はいはい、人類は、はい、V に向かってるな。言い方な、VI になっちゃったけど。 V に向かってる。分かりづらいよ、逆に。逆に入ってこない。美しいですね。美しい方に向かってる。あ、全然響く。 B って言ったから分かんなかったけど、美しい方に向かってる。美しい方に向かってる。そうだと思ったのが、なるほどね。紆余曲折を経て、うん、美しい方に、なるほど、向かっている。美しい、素敵ですね、うん、そキュンときますね。だってさ、うん、例えばそのゴッホってさ、はいはい、あの絵はさ、うん、あの、うん、生きてる間は、はいはい、全く評価されてないわけ。あ、そうですね、確かに全く評価されてないんだけど、うん、その1枚しか生涯売れてないわけ。あ、生きてる間は、うん、あ、そうね、でしかも売れた1枚は、うん、その雨漏りの雨が漏れてくるところに押さえとして使われてる、うん、あ、マジか。そういう使い方、うん、本当にじゃあ絵としてじゃなくて、いや今何億とするじゃない。はいはいはい、ね、そんな時代があったんですね、うん、俺んちも1枚あるけど。あるの？何億稼いでんのあんた。あんた、よかった、よかった、よかった。よかった、ポストカード。ポストカードはちっちゃくなったんだ。すぐ買えるやつだ。でもその、はいはい、全然評価されてなかった。でも時代が経つごとに美の価値って、なるほどね、あの美の価値が見つかっていくわけ。なるほど、先を行き過ぎてたんですね、ある意味。宮沢賢治も、あ、そうですね、その全く生きてる間は妹さんぐらいにしか評価されてない。なるほどね、身内とね、うん、自費出版で、うん、出してくれるとこないから。なるほど、自分で自費出版で 1,2 冊出したけど、うん、売れずじまいで、はいはい、生きてる間は妹さんしか評価されない。なるほどね。でも、うん、あの人類は美しいものに向かっていくから、はい、うん、美しいものが徐々にやっぱり理解されてくる、うん、なるほど、追いついてくるんですね、美しい方にね。なるほど、美しい方に向かって、美しい方に向かっていくっていうのがこれね、はい、この令和の時代、令和元年でね、うん、一番キュンときた、うん、キュンときたんですね、うん、これからの時代を表す、うん、それビって光さん言った時に歯が光ってた、うん、いや歯、歯光って名前じゃないですよ。単純な名前じゃない、歯光です、ね、歯が光ってた、ね、歯光ですよ、名前ですよ。あんまり響かんなら最初びっくりしちゃう。ビって言ったら、ですよね、人類は V 本当に VI なんですよ、うん、逆に分かりづらいけどね、うん、まあそういう言い方は歯がさしてないでしょうけどね、するわけがないと思いましたけど、完全に持ってましたよね。まさか歯が光るって来ると思わなかったけどね。すごく感動した。いや、すごいですね、本当その通りだった。確かに美しさっていうのは、そういういろんな混沌としたものを含めた美しさですもんね、うん、なんかそう、うん、その美しさって愛も含むし、うん、調和も含むし、うん、その憎しみっていうか、そういうのもいろんなものを含むから、うん、そうですね、それを含めた全てのものを、うん、網羅したものというかね、うん、確かに。だってさ、うん、本当に例えばさ、うん、あのダメダメだった人がさ、うん、なんか変わるっていうのもすっごい美じゃない。いや、確かにそうですね、変容ですよね。つまりそのダメダメってことも含まれてるわけ、うん、美には。そう、確かにそれが逆に際立たせてるぐらいのところありますよね、うん、そう、うん、美しさの。あの平立神宮行った時ね、はい、まあ、これ前グリーンズチャンネルでも話したことあるけど、うん、平立神宮行った時に、うん、日本の宗教は、うん、あるものがないんだと、うん、でそれは、うん、他の宗教と絶対的に違って、うん、日本の宗教ってもう、はい、宗教と言えないぐらいあるものがない、うん、なるほどね、それは、うん、教えがない。なるほど、教えがないし、はいはい、教えがないってことはカリスマもいない、うん、絶対的な英雄がいない、うん、ヒーローがいない、うん、で教えがないってことは、うん、善悪がないって。なるほどね、日本の宗教は善悪がない、ね、うん、普通は善悪があって、うん、これは犯したら地獄へ落ちますよっていうのが宗教なの、うん、なる、いわゆる普通に、うん、一般的な考えでしょうね。それは日本そもそも善悪がない、うん、なるほど、だから何かこっちが正しいってことがないってことですね、うんうん、
で善悪の代わりに何があったと思いますかってその平立神宮のね、うん、その神官の方がクイズ形式で出してきたんだけど、好きなスタイルですね。あの、うん、善悪の代わりに美しさがある、うん、美しいかどうかで判断してたのが日本人で、うんうん、それは江戸時代に生きかやぼかっていう基準にね、うん、受け継がれてきたんですね、うん、で時代そのものが今そっちに向かってるよと、美しいかどうか本来の取り方を改めてアップデートした上で、うん、美しさをより引き渡っていくっていうのが令和なんですね、うん、だから俺のその、うん、その美しいかどうかっていう、うん、その吉川晃司さんね、うん、あの俺昔好きだったの、はいはいはい、あの、うん、吉川晃司さんのインタビュー読んでた時に、うん、まあ、別に今も好きなんだけどあの、うん、かっこいいかどうかしか考えてない。かっこいい、それ美しいかどうかじゃない。同じですね、うん、でそれをやってるっていうの伝わってきますもんね。かっこいいかどうか、確かに、うん、かっこいいですもんね、うん、で俺それでインタビュー読んで、うん、もう基準、俺の基準はかっこいいかどうかっていう。で俺そのインタビュー読んで吉川晃司さん好きになって、うん、はいはい、吉川晃司さんがおすすめしてた深夜特急っていうね、うん、沢木孝太郎さんの本を買って香港行ったの。あ、そうなんですね、うん、まさに旅に出たんですね、うん、本を片手に、うん、いいっすね、うん、大学生ですか、うん、あのね、はい、いつだったかちょっと覚えてない、また逆に一番欲しい情報だけど、でも20代ですよね、20代ですよね、うん、いいっすね、そういう経験って、うん、欲しいですね、はいはい、美しいかどうか、美しいかどうか、うん、これからの年、はい、に向かってるということで、まあ一言言うと V な、それな、 VI な、分かりづらいけど、うん、VI ね、エール・マサの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございます。